あえて意識して打っていただくとボールがね自然に捕まってきます。でもクラブがそれでちょうどスクエアに当たるっていう状態。今回ですねお話ししたいのはクラブの重みをちょっと感じて振ってるかっていうお話をちょっとしたいと思うんですけど、まあそのアイアンがどちらかというとちょっと引っ掛けたりとか、逆に長いクラブになればなるほどちょっとスライス気味になってしまうっていう方結構多いと思うんですよ。特徴としてはそのバックスイングでこうトップ上げた時にクラブヘッドが体のこう上に来る、クロスしてしまう方とかもそうなんですけど、どうしてもこういう風にすぐ真上に上げちゃうバックスイングだと、これだと下ろした時にアイアンの場合だとアウトサイドインでこう来ちゃうので、そうするとまあスライスもありますけど大体引っかかる短いクラブで、ウッドになるともうそれは完全にスライスっていう状態なんでしょう。クラブヘッドをどういう風にその使ってくるかっていうこと関係してきます。クラブ自体全部その同じで、まあ、重心自体がずれて作ってる構造なので、要はあの偏重心って言って持ってるあの延長線上に打つ重心面がないんですよね。でそうするとクラブヘッドをできるだけスイング中に遠回りさせて最後にクラブヘッドがインパクトで返ってくるっていう状態を作ってあげる。皆さんのイメージよりクラブヘッドを体の後ろの方に常に位置させないといけない。これでやっとクラブの重みが感じられるという状態になります。で、特にアイアンとかだとある程度その、まあ、クラブの重み自体は感じながら振れる方多いんですけど、ウッドになると全体的に重さが軽いじゃないですか。そうすると手で上げてなんとかボールを捕まえようと思ってこうやって振っちゃったりとかするではなくて、で軽いクラブほどそのバックスイングした時にですねこうクラブヘッドが後ろにいないとですね重みは絶対感じないんですよ。これが体の上にヘッドが来れば来るほどクラブの重みっていうのは感じなくなります。でドライバーでボールがちょっと捕まりません、フェアウェイウッドでボールが途端に捕まらなくなります、まあ、ロングアイアンもそうなんですけど、そういう方はバックスイングしてトップ決めた時にヘッドの位置をどこにあるかっていうのはあんまり感じないで打ってるっていう状態なんですね。ただ上げて打っちゃうみたいな、じゃなくて今返事がありましたけどではなくて、あの長いクラブほど特に捕まらないっていう方はバックスイングした後にクラブヘッドをちゃんとその自分の体の後ろに位置させているかどうかっていう、ちょっとあえて意識して打っていただくとボールがね自然に捕まってきます。でもクラブがそれでちょうどスクエアに当たるっていう状態だ。アイアンとかでもなんか引っかかったりとかしてる方はもしかするとそういう風にクラブヘッドがご自身のイメージよりもちょっと体の上に来てるようなバックスイングをしてる可能性があるということです。こういう感じ、別に悪いことではないんですけど、やっぱりそのクラブをちゃんとそのよくなんかローテーションとかって言われますよね。クラブヘッド自体がしっかりとその綺麗にまっすぐ戻ってくるフェースがねためには、どちらかというとクラブヘッド自体はやっぱ遠回りさせていきたいので、そうすると重心の位置をどっちかというとご自身の体から少し離していくような感じでバックスイングをしていた方がいいので、そうすると体のちょっとこう後ろに来ないといけない。でこう後ろに来た方が皆さん これだと逆に捕まらなそうと思ってるかもしれないんです。逆にこの方がちゃんとヘッドがこう戻ってくる時間も作れるのできっちり当たるんですけど、やっぱり上に上げてしまうとどうしても最短ルートで来ちゃうんですよね。なので最短ルートで来た瞬間にカット軌道で入ってしまうので、まあ、ダフリもトップも引っ掛けも何でもあるかなっていう感じになってきてしまう。で特にあの長いクラブほどその重さをちょっと重量的に感じづらいっていうところはあるので、そこは意識していただくとよりその自然にクラブがあの大きく振れてボールも捕まえて
けるかなと思います。ちょっとそのイメージで練習してみて。